私はさやか。結婚して10年の夫トールと小学1年生になった息子のコータの3人家族。平穏な日々を過ごしていたが、今日その平穏は終わった。許せない。夫は私と息子を裏切り不倫をしていた。トール、これはどういうこと？おお、最近ずっとおかしいって思ってた。もしかしたらって後をつけたらこんなことしていたなんて。相手は誰？会社の人？黙っていないで何か言ったらどう？あなた、私とコータを裏切ったんだよ。ごめん。相手は会社帰りに時々寄るバーで出会った子なんだ。いくつ？どう見ても20代前半よね。19。 一回り以上も下じゃない。あなた何やってるの？ごめん。でも俺、彼女のことが好きなんだ。え？初めてなんだよ、こんな気持ち。だから、ごめん。それってどういう意味？まさか、離婚を考えてるの？ごめん。ごめんって、さっきから何なのよ。はっきり言いなさいよ。俺は、これからは彼女と、愛ちゃんと一緒にいたいんだ。本気で言ってるの？本気だよ。ずっと悩んでた。でも、さっきさやかにバレたのを知って、もうこれ以上嘘つきたくないって思ったんだ。さやか、俺と別れてほしい。慰謝料は払うから。トール。高校の時から付き合い始めたさやかには、今までいろいろ世話になった。感謝しているよ。でも、俺には愛ちゃんが必要だし、愛ちゃんにも俺が必要なんだよ。その愛ちゃんのために、私だけじゃなくて、コータも捨てるの？コータには、俺が死んだって伝えてくれていい。離婚したら、コータに会うつもりはないから。あ？父親としての義務も放棄するの？養育費はしっかり払うよ。でも離婚するんだから、さやかにもコータにも会わない方が、お互いのためだと思う。お互い？違うでしょ？その愛ちゃんのために会いたくないんじゃないの？それは、夫としてだけじゃない。父親としても最低ね。あんたがここまでクズだとは思わなかった。ごめん。謝ったとして許す気はないわ。その愛ちゃんにも慰謝料請求する。うん、いいよ。彼女も覚悟しているし。本当に最悪な男。じゃあ二度と私やコータの前に姿を見せないで。気が変わって会いに来たら許さないから。わかった。コータのことをよろしく頼むな。あんたに言われたくない。この日の深夜、トールは荷物をまとめてひっそりと出て行った。私は目が覚めていたが、寝室から出ていかなかった。こんなにあっけなく終わるなんて。私とトールは中学で知り合い、高校で交際を始めた。20年近く一緒にいて、双方の親だけでなく共通の友人も多い。恋人だったけど親友で、結婚してからは家族にもなって、そう簡単に壊れる絆じゃないと思ってたけど、たった一人の女でこんなにもあっさり終わってしまうんだ。コータも成長し、そろそろ夫婦の時間も増えていくかと思っていたけれど、こんな結末を迎えるとは夢にも思わなかった。翌日、トールから聞いたわ。さやかちゃん、大丈夫？お母さん、トールから聞いたんですか？今朝やってきて、さやかちゃんと別れで他の女と一緒になるって言い出して、もうびっくりしたのよ。お父さんが怒って、トールを家から追い出したわ。そんなの認められないって。私だってお父さんと同じ気持ちよ。いくら息子でも、こんなこと受け入れられないわ。お母さん、お父さんも。さやかちゃんは今まであんな頼りないトールを支えてくれたわ。何より高校生から知っているのもあって、本当の娘のように思っているの。だから私もお父さんもトールが再婚したいって不倫相手を連れてきても会う気はないから、これからも今までと変わらずに頼ってきてほしいのよ。ありがとうございます。義両親との関係は良好で、両親が早くに亡くなった私にとっては実親と同じく大切な存在だった。離婚してお父さんやお母さんとの縁が切れるのかと思うとすごく辛かったので、嬉しいです。さやかちゃん、ごめんなさいね、うちのバカ息子が。義母の優しい言葉に、私とコータは孤独でないと勇気づけられた。今後どうなるかわからないけど、準備だけはしておこう。私は弁護士に依頼をした。費用については義父が支払うと言ってくれたので甘えることにした。すみません、お母さん、突然お願いしちゃって。いいのよ、就職の面接頑張ってね。はい、ありがとうございます。ママ、出かけるの？うん、おばあちゃんと一緒に待っててね。わかった、頑張ってね。ゴーくん、おやつ買ってきたから一緒に食べようか。宿題終わったら食べるね。1年生なのに宿題あるの？大変ね。でも僕、勉強楽しいよ。義母はコータを可愛がってくれて、積極的に面倒を見てくれる。本当に助かる。ありがたいな。おかげで就職も決まったし、義母のフォローのおかげでコータも寂しくはないようだった。1ヶ月後、トールとの離婚は成立していなかったが、今の生活にやっと慣れてきた。そんな時、引っ越しですか？ええ、その方がいいと思って。もしかして、この家にトールと不倫相手の子が住みたいって言ってるんですか？この家は結婚する時に義両親から用意されたものだった。
そうだけど、さやかちゃんが思っているのとは違うわ。この家を売りに出そうと思っているんだよ。え？実はこの前、トールとアイさんが突然やってきたの。アイさんが妊娠してるって。妊娠？孫がお腹にいるんだから、自分たちのことを認めてほしいって。もちろん私たちは認めないって言ったさ。トールは黙ってうなずいていたよ。ただ、アイさんがどうにも気の強い子でね。お腹の子だって二人の孫なのに、なんでアイの子は無視するの？ひどい！ひどすぎる！アイちゃん、落ち着いて。どうせ離婚決まってるんだし、前の奥さんは他人でしょ？あのお家に住んでるのおかしいじゃない！うちの孫も一緒に住んでるのよ。おかしくなんてないわ。母さん、アイさんのご実家、裕福なんですってね。慰謝料もアイさんのご両親が支払うそうじゃない。住む場所もアイさんのご両親に用意してもらったら？アイの両親には、二人分の慰謝料分を払うから、もう帰ってくるなって言われたんだよ。あら、アイさんも感動されたの？トールと一緒ね。感動？感動？何のこと？トール、私たちはさやかちゃんの味方だ。今まで散々世話になったさやかちゃんと可愛いコータを捨てる奴は実の息子でも許せない。それは前も聞いたけど、でも愛は妊娠してるんだよ。今住んでるのは狭いアパートなんだ。生まれてからも住むのは厳しいよ。それを覚悟して愛さんと一緒になるって決めたんでしょ。トール、あなたが大学受験に受かったのは誰のおかげ？さやかちゃんが付ききりで勉強を見てくれたからよね。それは社会人になってからもだらしないトールのことを見捨てずに支えてくれて、結婚してからは私やお父さんの病院に付き添ってくれたりもしたわ。本当にお世話になったのに、よくもまあこんな裏切りができたものだわ。そうやって母さんも父さんもさやかのことを褒めるけど、二人の息子は俺じゃないか。そうだよ、二人してひどい。トールくんがかわいそう。アイ、ありがとう。分かってくれるのは君だけだよ。はぁ、トールはもう大人だ。離婚した後にどういう人と結婚しようが自由だ。父さん。でも私たちは誰かを傷つけて一緒になろうとする二人のことを理解できない。しかも離婚が成立していないのに妊娠もしているという。私たちはお前の育て方を間違えた。でも成人しているお前を今更子供のように育て直す気もない。トール、お前は30も過ぎた大人だ。お前の人生はお前が責任を取りなさい。それってどういうこと？結局あの家はどうなんの？前の奥さんたち出ていくの？どうなろうが、あなたたちには関係ないわ。もう二度と、この家の敷居はまたがないで。母さん。ちょっと待ってよ、トールくんは一人息子なんでしょ？アイたちを追い出していいの？後悔するのはそっちだと思うけど。将来困った時に頼ってくるくせに、今こんなに冷たくしていいと思ってるの？アイは追い出そうとする義両親にめげず、ずっと義実家に居座った。最後はトールが連れて帰ったが、数時間も関係を認めろと言われ、義両親も疲れてしまったという。それは、大変でしたね。ええ、だからもう二度と関わりたくないのよ。え？私と母さんは家を売ろうと決めてね。それで一緒にさやかちゃんが住んでいるここも売りに出そうと思ったんだ。でも、それだと。安心して、もう次に住むめぼしい家は見つかっているの。それでね、もしよければさやかちゃんたちが落ち着くまで一緒に住まないかなと思うんだけど。え？あ、同居なんて困るのはよくわかってるのよ。もちろん落ち着くまででいいし、いい場所が見つかったらいつでも引っ越してくれて構わないわ。その時のお金もちゃんと用意しているし。あのアイさんは何をするかわからない。トールが止めているようだが、この家に乗り込んでくるかもしれない。もしコータがそんな場面を見たらきっと傷つくと思うの。お父さんもお母さんもありがとうございます。そこまで甘えちゃいけないと思っています。でもそう言ってもらえてすごく嬉しいです。さやかちゃん、コータも大好きなおじいちゃんとおばあちゃんと住めるのは嬉しいと思います。トールからの養育費はあの様子だともしかしたら払わないかもしれない。でも私たちがコータを大人になるまで支援していくから。いや、させてくれ。お父さん。夫には縁を切られたが、大事にしていた彼の両親との縁は切れなかった。そのことが嬉しかった。その後、義両親は私の就職先に近い場所に2世帯住宅を借りた。一応世帯は分けているが、今のところあまり意味はない。じゃあ行ってきます。あ、さやかちゃん、お弁当作ったの。え、いいんですか？毎日とはいかないけど、これからもたまに作らせてほしいな。もちろんです、嬉しいです。いいな、僕もおばあちゃんのお弁当食べたい。コウ君には給食があるでしょ。そうだけど、おばあちゃんのご飯の方が美味しいんだもん。コータがそう褒めてくれるから、おばあちゃん料理作るの楽しいみたいだよ。ほんと？じゃあもっと褒めるからハンバーグ作ってくれる？いいわよ。コータは不思議なほどトールの話をしない。何か察しているのかもしれないが、思えばもともと父親について語ることは少なかった。
子育てにも関わってこなかったもんね。私が専業主婦だったのもあってずっとワンオペだったから。ああ、だからトールも簡単にコータを捨てられたのかも。コータが生まれた時何度も育児参加してほしいと言ったが、結局トールは逃げてばかりだった。アイさんとの子はちゃんとやってあげるのかな。少し前に共通の友人からトールの近況を知らされた。あの後アイは出産したそうだが、慣れない子育てに限界を迎え、トールがほとんど面倒を見ているそうだ。赤ちゃんを連れてお母さんを頼ろうとしてたそうだけど、もう実家は売られててショックだったって。義両親と一緒に引っ越していなければトールのことだから、次は私を頼ってきたかもしれない。よかった、一緒にここに来れて。共通の友人らにも見捨てられ、彼には妻と子しかいない。それを選択したのは彼なのだ。どうでもいいけど、せいぜい妻と子を大事にしてあげてほしいと思うのだった。